ドラマチャンネルです。今回は私ね、いつもプロね入ってるんですけども、今日はママが買ってくれたいくら卵のシャンスリーをいきます。これは全こっちに裏側には全8種類があります。裏側には何やってるかわかんない。私は多分真ん中がいい真ん中だとね、私ねピアブルーがね絶対、多分これヒーローだからね、なんか優しいヒーローはね3種類やって悪者がね2種類があった、ね、前ね動画ね撮ってない時にはね、タロウとねベリアルがね当たりました。タロウがね7代目かね8代目に出てくるんですよ。タロウね、いっぱいね、マスコットがね、出てきました。でね、これはね、入浴剤です。食べれませんって書いてあるんです。大変。これね、カモミールの香りです。またタロウ出てきたらどうしようと思っちゃいます。これね、クリアブルーも出てくるらしいです。色は黄色です。ちょっとなんだかグルーヴが邪魔ね。でね、これはね入院は入浴剤です。食べれません。キャフルライフスタイルホームページって書いてある。で、ね、英語がね、わかんなづらくて、まずこれはね、食べれないんですよ、入浴剤だから。もし赤ちゃんが食べたい食べたいって言ったらダメだよって言ってるじゃん。これはね、ウルトラヒーローのビックラ卵で、8種類やるから8種類は買っておりません。丸ごとにはなん円になります。もう私はもうやりたくない。気が4期とか3期だ。これはね、カモミールの香りでビリアル私ね、キングジョーとねセブンとねゼロがね出たいんですよ。あ、多分セブンとゼロとキングジョーだったら3個だから大丈夫だね。なんで私はね、ラーメン食べてる時に選びたいって言ったのはねこれですが、私は真ん中がいいです。声がちょっと小さい、感じだからね、静かに言いました。はい、ダブダブダイって。でね、これはね、同じパッケージで重たいやつがあるから、それはイオンかね、イオンかも買ってくださいね。あとはね、違うね、サツドラがあるんですよね。私はね、お友達がいるんだけど、その近くなんだけど、なんか何階建てのあるっけ、6階間の中間ってのちょっとやつに、ね、緑川湖公園っていうね、ちょっとね近くの札ドラに行ってください。それではバイバーイ。はい、って言わないと。お風呂入ってきますって言わない。そしてお風呂も入ってきます。バイバーイ。はい、ナウトラマンチャンネルです。今回お風呂に入ってきました。なんとこれが当たりました。これです。ウルトラマントロンのね、こういうクリアブルー嬉しかったです。あとの2つもね出てくるくそ、とっ
って欲しかったやつで、あのキングジョーだと思ったらね、クリアブルーが出ました。またブルー出たらどうしようね。なぜ分かったかというと、ママがねブルーのねやつをね教えてくれたんですよ。キングジョーだと思った。また太郎が出ました。でもねクリアブルーだからいい感じでした。さあこの船のやつ何を出るんでしょうかね。それではバイバーイ。そしてチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。